さあこちらの GR ヤリスですけども、こちらはね、レースとかで有名なトムスの、作ったコンプリートカーでございます。トムスがねコンプリートカーを作ったらこんな風になるんだというところなんですけども、まずはエアロがね、あちこちぐるっとついてたり、ボディカラーが変わってたり、そしてパワーが上がってたり、そして、トムスといえばアドボックス、サスペンションだったり、ブレーキ、タイヤホイール、マフラーとね、いろんなことが、施されているコンプリートカーです。さあこれがどんな乗り味なのか乗ってみたいと思います。さあトムスのコンプリート GR ヤリスですけども、乗った感じはもともと GR ヤリスって結構ねやんちゃな雰囲気というかちびっこギャング的な車なんですよ、もともとのヤリスが、 GR ヤリスが。でそれをもうちょっとねそっち方向に振ってやるかなという印象ですね。ノーマルをもうちょっと穏やかにした感じではない、もうちょっとやんちゃにしてる、もっと走りの方向に振ってやる感じかなと。サスペンションも少々ノーマルよりも硬くというか車高を下げてストローク少なめで、反応が早めになってね。でタイヤホイール、単造ホイールにハイグリップタイヤが履いてることによってステアリングに対する反応もシャープで、コーナーをねグイグイ行きたくなるような仕様になってます。でブレーキもなんか純正でもいいのついてるんですけど、さらにねブレンボとトムスのコラボブレーキ大きいのついてて、よりサーキットで走ってもへこたれにくい仕様になってるかなというふうに思います。でコンプリートカーということなので、ありとあらゆるところに手が入ってるわけですよ。思いつくところもうターボチャージャーも、ノーマルから変わってて、パワーも上がってたり、それからマフラーもセンター出し1本になって見た目もかっこよくなってたりとか、 GR ヤリス自体がもうまあまあ走れる車なんですけど、より一層ねトヨタ自身もどんどんね自分色に染めていただいて楽しくなってくださいよっていう 方じゃないですか。でいろいろねやりたいけど自分はよくいじるの分かんないしだったり、いじってもらう場所も知らないしっていう人とかがね、もう花からこれを買ったら解決じゃんっていうところもありますが、他にもねちょっと詳しいことをいろいろ記事には書いてますのでそちらをご覧ください。